はい、こんにちは。まあ、もうすでに夜の10時ぐらいですけども、今日はえ、ポアンカレ、プロットはナイスです。ね。ポアンカレっていうのはね、あの、この非線形力学。ね。まあ、数学者ですけども、まあ、巨人ですよね。まあ、偉大な巨人。はい。で、今日はこれ、心拍変動で、まあ、俗に、まあ、ポアンカレプロットと、まあ、言われている、この業界で言われているものと、まあ、あえて強調します。はい。 で、この解析この解析法について説明していきます。はい。でこの指標ねいくつかありますね SD1 とか SD2 とか SD12 ちょっと読み方は英語わかりません。はい。でこれってね非線形解析に、まあ、分類されることがあります。で、これもはっきり言っときますけどもあの、心拍変動の世界で「あの、非線形解析」と呼ばれているものまあ、全てとは言えませんけども多くのものはもう非線形じゃありません。はい。 で、えー、まあ、そういうことをね、まあ、ちょっとまあ指摘してもあれですので指摘するじゃなくてやっぱりこういうものだよともう真の理解に近づけていきたいと思います。で今日はね非線形には踏み込みません。はいそれではね、えー、ポアンカレプロットはいこれやっていきます。で、えー、ポアンカレプロット解析とまあ、それに関係してっていうかそれに登場してくる指標っていうのを説明します。で、えー、出典ね大元の論文はこちらねこちら。 参照してください。で、このポアンカレプロ解析、プロット解析というのは、ポアンカレプロットっていうのをまず作ります。はい、これはこういう時系列ですね。R-R-Y。これは一個一個ね、この値です、数字です。これを中括を使うっていうのは結構時々出てくるんですけど、中括号っていうのはこれ数学では集合を表すので、我々あのこれ一個じゃないよっていう気持ちを表したいときは使っちゃいます。 中っていうのはまあ集合たくさんあるとこれたくさんのメンバーがいるよっていう意味で中括弧をつけてますはいそしてこの中からこれ I 番目と I+1 番目をペアとして横軸縦軸縦にプロットします、はい、これもう単純なことです一応紙でを使っても説明し,しますがはい字形ですねこうありますよねそして、えー、RRI ですよねこれで番号がついてるんですね1番2番 三番、そして、値がこういうふうに、変わっていきますよと。いいですか、変わって、なんかいきますよと。はい、なんかいろいろ変わります。はい、そして、この隣り合うペアを。いいですか。横軸と縦軸に書きます。i 番目と。はい、こうですね。つまり、これとこれを、え、二個、何で一個になるのっていうと。こちらですね。一番をここに書いて。 2番の値をこっち側からこう持ってくると1点になります。いいですね。RRI の1番とこちらから2番です。次は2番と2番と3番っていうのを打って順番に2番と3番をペアで打ってこういうふうに順番で打っていけばこう点ができていきますと。これがポアンカレープロットとまあ呼ばれるものなわけですね。はい。はい。そして。 例えばここの例でいけばこれですねこれ1万点ありますけどもここにプロットをどん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 していけばこう,こういう形になるということです。でこれこういうふうにですねあの隣り合うものを横軸縦軸に打つこのグラフを非線形力学では、えー、再起者像と呼んだり、まあ、ポアンカイプロットと呼んだり、まあ、リターンマップ再起者像をねリターンマップって呼ぶことが多いですけども、まあ、ポアンカイプロットとも呼びます。 はい、ただね一方でこの確率過程を対象とした時系列解析って分野もあります。これもあのかなり発展してきちんとまとまってる分野です。まあ、その世界ではこれ、えーね、相関係数を計算する自己相関を計算するも散布図と呼ばれるものとも同じです。ですのでこれ、まあ、印象としては実際はもうただの散布図です。はい、ということで。でこの、えー、ポアンカレプロット戻ります。ポアンカレプロットとも呼びます。これから、 えー、これの特徴を表すような、まあ、指標を定義します。ということで SD1SD2 これについて言っていきます。SD1SD2 はこれですねこれの、えー、これを、まあ、丸く書きます広がるよね丸く書いた時に、えー、広がってる方つまりこの45度こちらですねこちらか。 40こちらの45度のラインが SD2 です。ですのでまあ、1から言えばこの短い方ですね。こちら短い方の幅。これも標準偏差に相当する計算をします。同じ計算します。とやるとこっちが SD1。こっち長い方が SD2 です。そして SD1 を SD2 で割ったやつがこの SD1 ですね。12と読んだとちょっと意味が分からなくなるので一応ね。はいですでこれらの指標ですね。 このポアンカレプロとかやるコイラの指標っていうのは、まあ、時系列の非線形性を評価しているなんか表しているのかっていうと、そうではないですよね。はい。というところで、これね、ここは、まあ、そうではないというところがあります。ですね。はい。で、じゃあ、何を評価してんだということで、はい。結論言います。はい。まず、SD1 ってどうだったかっていうと、こう、 時元図がこう広がってましたね。これ短い方ですね。短い方のこの広がりの方ですけども、このはいもう一回戻ります。こちらですね。千枚短い方ですね。このねこちらのはいこっちこっちですね。ここですね。ここですね。このこちの方向ねこのこっちの,、ね、こ,のこっち,こっち、うん、難しいですね。こっち方向ですね。こっち方向の細い方のばらつきの方が SD1 です。はいこれの二乗という量は何に関係するかというとあ戻った。何に関係するかというとですね。 SDSD という時間領域指標の2乗まあ2分の1ありますけどもはいですのでまあルートを取ってあれば、まあ、比例するということですねあるいはこれニアリーイコールほぼ一緒だよっていあの書きましたけども RMSD の2乗ともほぼ同じですで SDSD よりも RMSSDRMSSD の方があのよく使われることがありますよ,よく使われますということでまあこちらの方今日強調したいと思います RMSD と同じものだよと。で、ここ、あれこれ、指標って何かなということで、ちょっと表を出します。で、時間領域指標、心拍変動の時間領域指標ですね。これ、はい、NN って書いてるのは、これはいいですよね。えー、同調率、正常同調率、ノーマルサイナシスムス、ツーノーマル、ですか正常同調率、ツー、正常同調率ということで、ノーマル、ツーノーマルの意味です。ただ、一般的には、もう、RR 間隔を、 NN とししてて分析していい。きます。はい、で登場したのはさっきね、SDNN ありましたこれ隣り合った NN 間隔の差の標準偏差ですつまりこれですね隣り合っている Successive Difference ですでそういうことで、えー、Standard Deviation、ね、of Successive Difference おそらくはいえあの英語が違っていたら、えー、確認してください、はい これが SDSD。じゃあ RMSSD っていうのは何かっていうと最後の SD は Successive Difference で同じです。で RMS、ルート t Mean Square ということでここですね。隣り合った NN 間隔の差、Difference の2乗の平均の平方根。つまり Square2 乗して平均してからルートを取る量です。はい。これがこうですね。で、もう一つこの後出てくる SDNN。これはもう 一,まあ、一番代表的な心拍変動指標ですけども NN、まあ、間隔差をとりません、ね。そのままの標準偏差ですスタンダードデビエーションですね NN 間隔のスタンダードデビエーションということで、はい、もう一回見てみますということで SD1 っていうのはあれああいないいないな間違っていいはい SD1 っていうのはこういうね SDSD SD の二乗に関係しているし RMSD、MM、とまあほぼ一緒これも SDSD と RMSD もほぼもう もうほ,ほ,ほとんど同じものです。もうほぼ同じもの。で、なんでかっていうと、SDSD と、えー、RMSD の違いっていうのは、こちらはスタンダードデビューーションなので、平均値を引きます。で、こちらはルートミンスクエアなんで、2乗して平均を取るだけです。ですから。ということで、平均が引かないんですね。ところが、この時系図のこれ、サクセシブディファレンス、差なので、差、こうありますこうね、差がこうあります。で この差の平均値が0以外っていうことは何を意味するかっていうと0以外になっちゃうとこのいいですか常にプラス方向にこう増えていくような傾向があるっていうことです。で心拍変動はね短期的には増えたりしますけれども増え続けるってことはないです。あるいは下がり続けるってこともないです。そういうことで基本平均は差の平均は0になりますのでこれもう違いはないです式上で式の上でね計算式の上で違いはないです。 はい、次 SD2 の方はこれですね、えー、SDNN の2乗2倍したやつからマイナスのこの SDSD SD の2乗比して2分の12で割ったやつこういうふうに関係がま導くことができます。でこれまあこういうふうに2つかと思うかもしれませんがこれも、はい、これほぼほぼもう、えー、SDNN と同じ量です。 はい、これあとでこの数値的あの実際の分析で確認しますそして、えー、計算式でも導きます、はい、ということで SD1 これはねこういうふうにあ従来の時間領域指標とほぼ同じものそして SD2 もこういうふうにちょっと複雑に見えるけども、まあ、ほぼ、うん、SDNL と同じよということですそして、えー、ここですね SD12 はいこちらありますけれどもこれ今日はちょっと省略します はい、あもちろん、ね、SD1 と SD2 の比ですので、えー、これらの比というふうにも解釈できますがもう一個踏みもうちょっと踏み込んで解釈すれば、まあ、時間相関これも定義して説明したあとにもう一度説明したいので今日は飛ばします。そしてこの指標というのは、まあ、LFHF 比であるとか、えー、ディトレンディドフラクテーションはないシスですねこの、まあ、長時間相関を分析する時の,この短時間のスケーリング指標と。 呼ばれるものとこれ強く相関していますでその意味についても次回以降いつかお話ししたいと思いますはいはいということでじゃあ実際に心拍変動指標を計算してさっきの関係が正しいかどうかを確認しますはいでここではまあ健常人です健常人の心拍変動そして部分的に線点の区間だけを切り出してきます切り出し やりますそしてまあこれランダムに人も変えましてキー出す区間もランダムに変えますそして、えー、サンプルをたくさん選んできて指標を計算しますで計算するのは SD1SD2SDNNRMSSDSDSD SD 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 ですでそれらの指標間の相関係数をここでは計算しましたはいピアソンの相関係数ですで1万例計算した結果がこれですけれども どういういいに、まあ、ポアンカレプロットを描いて計算されるのかこれはあの計算式とかではないです。あの私が分析する時に、えー、どういうふうなソフトを使ってやるのかと。で実際にはグラフは書きませんが、えー、ここではグラフをし示しながら、えー、もう一度ポアンカレプロットのイメージを、まあ、持ってください。はいここではこれ今,今描いてありますけども1万はちょっと時間がかかるので、えー、100例ですね。 100個の時系列から各種を計算します。はい。それでやっていきます。これ R っていうソフトを使ってます。いいですね。はい。R を使ってあ、フリーソフトであります。で、もし、えー、皆さん分析したければ、あのー、言っていただければね、あのーこ、これ、提供することもできます。はい。もちろん無料です。はい。で、やっていきます。で、えー、コントロール A、コントロール R を押せば走ります。はい、やります。で、ここがね、 このパターンずっと変わっていきます。ちょっとちらつくので、えー、見つめ続けないでください。はい、こういう風に変わってきます、ね。で、いろんなね、あの、健常人でも、えー、昼、夜で、えー、形が違ったりして、まあ、面白いわけですけども、はい。はい、で出てました。で、これ、ちょっと、この表で、ちょっと SD2 と SD1 の順番がちょっと違いますけども、あのね、2から始まってますけども、はい、ここ見てください。SD2 というのは、これ、相関係数です。 SDNN N と相関係数が0.99九す。もう99です。はい。ほぼ1です。そして SD1 というのはこう、SDSD と、ね。一番い子。SDSD とこれ見てください。0.9999。あ、1じゃないのこれはね、あの、確率的にばらつくので、まあ、完全に1ということにはなりませんが、かなり近いと。ほぼ直線に乗った関係だと。 そしてまた RMSD ですよね。これも、ほら99 99、0.9999。ほぼ一緒。で、SDSD と RMSD って、それらの相関の関係、これね、両者の関係、1.000000 00。これ、1では正直、完全な1ではないです。SDSD は平均値を引くっていう操作がありますからね。で、ただ、先ほど、ね、繰り返しになりますけども、心拍変動の差ですよ。差が差、こう変わる差ですよ。プラスなら増える。 マイナスが減るってことですよねこの差の平均がプラス0以外になるってことはプラスになるってことはもうずっと上り続けるってことですからね増えるこうですか増える増える増えるってあこっちか増える増える増えるってなってますのでそういうことはないんです戻ってきますからねある程度のレンジにということでおおよそ平均値差の平均っていうのは0になりますのでこれほとんど同じになりますでえ厳密に同じになってるんじゃないのかなというまあ疑問を持たれるかもしれないので実際の計算結果 お見,お見せしますけれどもえっ、ー、とはいこれですはいこれですでこれ1番2番っていうのはあのサンプル時系列の番号です1番の時系列2番の時系列はいここ見ていただいたら SDSD SD と RMSD ですねこれ見てください11.68411.678違いますよね数字がねこれに、えー、途中が違うんです 27.88、27.86 27. ですね。これに全く同じではないですけども、これもほぼ同じです。ですから時間領域指標で S.D.S.D. と R.M.S.D. を両方計算しておかないとということはしなくていいですよね。ですので、R.M.S.D. の方が平均を引く計算がちょっと少ないということもありますし、ルートミンスクエアってよく使われますので、こちらの仕様のがよく使われます。 ですよということですでこれは今100例で計算100次系列を使って確認しましたけどもはい。ということで1万でやってもまあ傾向は同じです変わらないですはい。SD2 っていうのが SDNN と関係していて強いですね。でちょっと式は違いましたよ。これあ,あね式は違いましたよ。ここですよ。 SD2 n n のは SDNN の2乗、SDS SD で、ね、SD SD 引いてるじゃないかって思うかもしれないですけど、ここ、係数2と2分の1で、まあ、ここで4倍違うんですが、それ以上に2乗するということで、あの、大きさが非常に違います。つまり、SDNN っていうのは、まあ、大体、えー、100前後ですよね、健常時の100前後、100ミリ秒前後ですね。 で、こちらは先ほどお見せした、えっ、ー、と、数十ですので、二乗してください。二乗すると、まあ、百と十を二乗して比べると、片や一万、片や百です。百倍違います。ということで、こちらはもう無視できるよという意味で、ほぼ SDNN と一緒です。いいですね。はい。ということで、まあ、こう実際に分析してみると、SD2 は SDNN と、もうほぼ同じ。SD1 は RMSD とほぼ同じ。 ねまあ、RMSD と SDSD ってもこれもほぼ一致、はい、ということでこういうふうになりましたということですでここからはですねあの、まあ、いやいや数,数字で数式で考えていきましょうというふうにやっていきます、はい、で今日のポイントはもうこれだけですので、えー、こ,これ以上見る必要もまあないかもしれませんが、はい、ちょっと計算の方論理的 にやっていきたいと思います。まずは SD 1 SD 2の直感的な解釈です。はい、やっていきます。で、まずですね。まあ、sd2 の方からやりますかね？sd2 これね。よく見る。これ sd2 って要はこの長い方の幅ですよね。このね、この長い方の幅ですよね。この幅これってまあこういう風にこっちに倒したとしても、こう倒したとしてもまあ、この幅とほぼ一緒ですよね。 この幅とほぼ一緒です。で、この幅って何かっていうと、この幅を特徴づけるのが、RRI の標準偏差ですのであ、このちょっと斜めにしてあるだけです。こう斜めにしてあるだけですよね。これが斜めになってるだけです。ということで、はい。ほぼまあ、これ、標準偏差と変わらないよね、ということは感覚的にわかると思います。そして次。じゃあ、この、こっちのですね、ばらつきの方ですね、こっちですね、こっち。 こっちはなんで引き算になってんのってことですね。サクセスブディファレンスです。連続するものの差になってるか。これも単純です。はい、これやっていきましょう。ということで、これ、こういうことですよね。えー、まずポアンカレプロットイメージしてください。こうです。で、45度、こうですね。ラインあります。で、ここが RRI の N 番目と RRI の N たす1番目です。こう書きます。 で、あある点がありますよね。こ,こ,これは何のこっちから見るとこのその値は RRI の N+1 番目の値です。はいそうするとですねここでここまで降りてきますね。今「点々点点点」と下に行きます。この値って何ですかねっていうことですね。この値って何ですかっていうとこの値ってこの値ですよねもちろんね。 この値です。すで、で当たり前,当たり前ですね。ここの位置の値ってこの45度の線でこう見てくださいこうこう映します。はいここの長さとここの長さってまあ同じものですね当然ねこの横の長さと縦の長さこれ一緒のものです。だって45度のラインこうね正方形です。ということではい今ここは RRI の N す1の値ですよね、横から見見見れば。見ににくくい、い、い。ごめんなさいそしてここの値っていうのはここと同じですこことここと同じですからここは RRI の N 番の値ですよね。じゃあこの距離この長さこの長さって何ですかって引き算すればいいですよね。RRI の n+1 から RRN を引けばこの距離になりますよね。 そうすると、はい、大きくなります。はい、そうすると、今言ってるのは、ここの点だと思ってください。ここの点って、この長さって何かっていうと、はい、ここです。ここから、このね、ここ引いたやつと一緒ですよね。この長さと一緒です。ほぼ一緒です。ですので、いいですかこの、要はこの45度のラインって、N 番、こうね、y イコール x みたいなラインですけど、これを引いてやれば、こう、ベタっと寝ますよね。ベタっと寝ますよね。それって、要は、ここの距離の差です。n たす1、ここね。 いいですか n たつ1のところと n のところのこの差です。ですので引き算すればいいんですよ。ということでと隣り合うものの差になるだろうというのはちょっと考えればわかるんです。はい。そうです。あのそうねそういうことであの私もねこの指標を見た時は驚きました。はい。はい、というところでこういうことですね。 まあだってこっち側ってこの長軸の方って要は寝かせてやればこ,うまあ寝かせこれだけどまあ寝かせなくてもこれってだいたいこの RRR の表示偏差だよねと。こっちの短い幅ってこの差だよねということはまあ直感的にも分かりますということです。まあ、言われてみればということですね。まあ、ということでねこの直感的な説明、まあ、これでまあ十分かもしれませんがきちんと導こうとした時、はい、しますこれ。 手で計算しますで。こちら論文後で引用を挙げときますけども、えー、2001年に出てます。ブレナンブレナンおそらく読み方ねブレナンらがねアイトルプリトランザクションバイオメディカルエンジニアリングこれもう説明してくれてます2001年ですよ20年以上前にはいでこれ説明手で計算しますがもうちょっと夜遅くなってきたのでこれはまた次回 にしますはい今日ちょっと面倒くさくなってきたのがきたのではい、次回以降しかもねこういう計算ってあのやりたい人ってほんと限られますんでねやりたい人には限られますやりますもう,もうきちんとやりますはいでも今日はちょっとや,やらないですすははい、い、い飛ばします、はい、ということでまとめます、えー、ポアンカレプロットが再び流行の兆しということで心拍変動のねこの解析の分野で「 えー、なぜかポ、えー、アンカレプロットそして SD1SD2 が流行ってきているということをもう,もうひしひしと感じます。はい、これなんでかなっていうふうにね思いますけれどもまあ今日は、まはい、説明したのはこういうことですね。まあ、はもう N N ともうほぼ同じで,すでだから、まあ、期待値の意味じゃなくて実現値の時にちょっと違いが。 生まれる、まあ、かもしれん,んかなというところはちょっとまた教えてください、はい、基本を期待値の意味で計算しますとはいこれですね SD2 は SDN と同じこれも実際に心拍変動でも、まあ、確認しました SD1 は RMSD、い、とほぼ同じいいですよねでここでまあ指標が一緒一緒っていうのもまだ私言いたいことと言いたいことに到達してません、はい、SDNN と RMSD のまあ意味 これらがですね心拍変動のどういう変化を表しているのかっていうことをまあ私はもう,もう理解してほしいということでもうこれ普通はね SDNN の標準変数だよと RMSD はこの隣はこのね差の2乗して平均したやつのルートだよというふうなことありますけどもただこれがどうして大きくなったり小さくなったりあるいは SDNN と RMSD の比がこう値がねこうバランスが変わったりします。これなんでか 実際にこの心拍変動がどう,う変化をするのかっていうこともこれもまあこの先説明していきたいと思います。ということで非線形への冒険今日は残念ながら非線形とは何かという話に一切してません。こ、はい、これはこれはからやっていいきたいということでここれが本日のまとととめでです、はい、ということで次回予告というところで、えー、何ですかあ ポアンカレプロットの、まあ、本当の使い方。まあ、これはどういう時にあのポアンカレプロットっていうのがね、威力を発揮するのか。まあ、これは要はまあカオ,スカオスとは何かっていうのをちょっと説明したいと思います。でそれと関連して非線形ってどういうことということもまあこれも何回も言いります。何回も使って説明していきます。で今日ちょっとね、えー、説明してます、ね。SD1 と SD2 をこ割ったやつ、比ですよね。これ SD1、2、ね。これっていうのは、あのし まあ知られてる心拍変動指標では LFHF 比とまあ強く相関します。あのー、どの程度かはちょっと今忘れましたけど、まあ、かなり強く相関します。あと DFAα1 っていうディトレンドィットフラクチュエーションアナリシスっていうねこう長時間相関を解析するような、まあ、これも自己相関と関係するんですけどもその指標の短時間の指標スケーリング指標とか、えー、相関しますよというこれ,も、えーね、これもまず DFA も説明しなきゃいけないですし。 はい、これもちょっと長い物語になってくると思いますけれども説明していきます。はい、ということです。で、えー、最後に、えー、引用をね、えー、このボアンカレプロットの方法を提案した論文1番そして2番が、えー、この SD1SD2 って時間領域仕様と同じだよというのを、えー、説明した論文です。はい、ということで、えー、ちょっとね、えー、式で計算するとこもやろうと思いましたけどもすいません途中ちょっと面倒くさくなったので。 えー、次回にしますまそれだけの動画を作っておきますはいということで終わりますね